やりましたやりましたこれでメダル決定ということで、はい、銀メダル以上が、ね、そうだね、4連勝ね、今日韓国戦、はい、宿敵の相手、うん、5対2か、うん、で勝ちました。よかったです、ね、ちょっと予想の展開とはちょっと違ったんだけど、そうですね、なんかこう苦戦したなっていうようなね、うん、なんかちょっと中盤までは、うん、まあ終盤というかもう最後も最後までは結構均衡した試合でしたよ ね、 ね、でもまあ独特の雰囲気があるんだろうなと思ってさ、うんうん、まあでもよく勝ったね、はい、金メダルまであと一つということで、はい、ユダカさんの最初の見立てだと、ね、はい、5試合以上金メダルにたどり着けるということで、そうそうそう、頑張ってきています、はい、4連勝、はい、で今日も、はい、ユダカのミーティング韓国戦反省会ということで、はい、試合を振り返って、うん、まあ、次決勝戦に向けてのちょっとなんだろう、まあ、懸念材料とかね、うん、とか、まあ、ちょっと話をしたいと思うけども、はいはい、よかったこと悪かったことを踏まえてお願いします、はい、まず日本がやっぱ昨日言ったんだけど先制点必須だと、はい、必須だということで言ったんだけども、まあ、3回にノーアウト1、2塁から山田に回るんだよね、はい、ここどうするかと思ったら山田触れてるしどうするんだろうと思ったらバントに行ったんだよ、ね、これがやっぱりこう坂本に打ちやすくなり坂本がセンターに犠牲フライを打って先制点を取るという、はい、まあ、ことなんだけども、やっぱ先制点を取ることによって、うん、やっぱピッチャーの山本のピッチも上がるしね、うんうん、だからそういう意味ではやっぱこう先制点っていうのが一時期同点に追いつかれるんだけども、はい、でもやっぱ先行しとくっていうのがすごく大きかった。だから山田も1球でバントを決めれたというのがさ、すごく大きかったと思うよね。だから素晴らしい先制点の取り方だったと思う、はい、それとノーアウトランナー、ノーアウトのランナー、はい、今日はね2回ほどしかノーアウトのランナーが出てないんだけども、うん、2回とも得点に結びつけてるんだよ、うんうんうん、だからいかに先頭打者が出る意識があるか、まあヒットももちろんなことなんだけども、はい、やっぱフォアボールを選ぶとか、うん、やっぱノーアウトでランナーが出るとやっぱ得点しやすいということだよね、うん、だから2回しかなかったんだけど2回のチャンスをものにしたという、はい、まあこれは2点目にもつながってくるんだけどさ、うんうん、で、はい、決勝ではいつもファーストストライク、坂本のサヨナラも初球、この前の回のサヨナラも初球、はい、今日の山田も初球、はい、だからよく狙ってたよね。だからここはやっぱこう今日の山田なんかはやっぱツーアウト満塁でやっぱもうストライクを取りたい向こうの心理も分かってる、うん、まあ、そこからファーストストライクを打ちに行けたと思うんだけども、はい、やっぱこういう積極性がやっぱ国際試合ではすごく大切だっていうのは言い続けてきたんだけども、はい、まあ、それはやっぱこう日本のチームは実践してるから、うん、まあ、4連勝に結びついたと言っても過言ではないと思うんだよね。なるほど、うん、はい、で昨日言ってた4番 4K、 これ何かというとさ、相手の4番、はいはい、やっぱ中心人物で、うん、あのキャッチャーの、そうそう、はい、リーダー的な存在だと、はい、いうようなことでこの4番キャッチャーをどうするかということ、はい、ここを、キャッチャーのヤン・ウイジ、はい、4K、はい、4三振に仕留めるんだよね、うん、だからこの、 初回でもさ回ってきてチャンスで回ってきて、はい、ここで1本出てればこの試合っていうのは分かんなかったと思うし、6回のチャンスも同点には追いつかれるんだけども、うん、ここ4番が1本出てればこれ逆転されてたケースなんだよね、うん、そこをやっぱしっかりこう抑えられたということがやっぱ勝因に結びついたと思うんだよ。でも大きなポイントになりましたか。大きなポイントになった、はい、3つの三振がスライダー、うん、で1つの三振がまっすぐなんだけどさ、はい、やっぱもう甲斐が裏を書いたね。だからそういう意味ではやっぱ甲斐の好リードっていうのもこうすごく光ったよね、うん、はい、ね、懸念は柔軟性と平はいね、はい、で決勝に向けてさ、はい、今日でもなぜ守りのスペシャリスト2人がいるんだよ、うん、菊池と源田が、はい、あれを使わなかったんだよね。最後の守備固めということですか。そう、はい、でやっぱりベンチに置いたまま、うん、それとブルペン見ると平の姿がないんだよ。あ、だから平がなんか故障して使えないんじゃないかっていうような感じがするんだよね。そうい
えばこの間の試合も投げてないんだ、はい、うん、だからそういう意味ではすごく平の状態っていうのも心配だし、うん、気になりますね、うん、で柔軟性、チームに柔軟性を持たせるためにはさ、うん、各国、まあ、韓国もそうだけど代打を送ってきたり守備固めを使い、うん、あの守備要員を入れたりだとかさ、いろんなことしながらやってるんだけども、あの日本は大体、ま、固定で戦えるのはいいんだけどもさ、うん、やっぱいざという時にやっぱ力が発揮できないような柔軟性を持ってないようなチームにちょっとなっちゃったなっていうような感じがして、うん、まあ、決勝、まあ、どっちが出てくるかわからないけども、うん、アメリカと韓国、はい、ちょっとここに欠けるなと思って、柔軟性という、うん、こう変幻自在にこう変えていけるっていうことがなんかちょっとできないのが少し懸念材料としてはあるね。まあ、そこがあれなんですかね、こう明確じゃないっていうか、うん、こうこんなケースにはこういうふうにしようみたいなのがあまりないっていうことですか、うん、まあ、あまりないね、うんうん、だからまあ今日でもスタメンは、はい、まあ、あの7番に近藤が入り、うん、レフトでレフトの吉田が DH に回って菊池を下げた、で山田がセカンドで出たということなんだけどもさ、豊さん、スタメンは変えない方がいいんじゃないかみたいな話もありましたよね。そうそうそう、スタメンというかこうレギュラーメンバーというか、うん、だからここまで来たら変えるべきではなかったんじゃないかなっていうのは気はしたけどもね、うん、ただこう4ピ票が先発だったんで、はい、やっぱり左バッターを使いたかったんだと思うんだよね。なるほど。だからまあそこら辺での、考えは分かるんだけども、うん、うん、だけども、まあ、今度もポイントにはなったけどね、今日ね、はい、ポイントにはなったけど、うん、なんかこうそっからのなんか変化を求めたかったなっていう、うん、まあ欲を言えばね、はい、うん、で、まあ、で平がちょっと心配だということ、うん、で最後に小さなほころびが致命的、まあ今日もね日本に初エラーが出たんだよ、近藤が、あ、はい、レフト前を弾いて、まあ、リリーまで生かした、それが点になったという、うん、やっぱりこうなんていうの、一つのエラーが流れを変えてしまうっていうね、うんうんうん、まあそういうところがあったんだけどもさ、まあそういうことはやっぱ日本のチームがこうずっとノーエラーで鍛えたた来てたから、うん、ちょっともったいなかったなっていう、まあ、シーンがあって、はい、それと韓国側はまあ相手を見てね我が振り直すんじゃなくて、うん、やっぱりちょっと教訓として今日の8回山田がタイムリーを打つ前にどういうことが起きたかというと、はい、やっぱレフト前にワンアウトから打たれる、はい、その、柳田が打ったんだよね、はい、で近藤が近藤の時にワイルドピッチをす、あ、ワイルドピッチじゃない、近藤がファーストゴロを打って、はい、ゲッツーだったんだ完全に、うん、でコンビネーションが合わずベースカバーのピッチャーが足を踏めずファーストベースにね、うんうんうん、ファーストベースにね、はい、ゲッツー崩れになっちゃったんだよ、はい、でこれゲッツーだったらこの回終わって3点なかったんだよね、はい、うん、だけどミスが出て、ランナーが残る、で残ったランナー近藤がワイドピッチでセカンドに行く、そしたら一塁ベースがあったから村上を申告敬遠をする、うん、でランナーが詰まる、はい、で甲斐がフォアボールでつないで3点になった、はい、だからやっぱちょっとしたね、これはエラーはつかないんだけどもゲッツー崩れて、うん、だけどゲッツーを取れる時にしっかり取らないと致命的な失点につながるケースが野球ではものすごく多いんだよ、うん、ゲッツー崩れの失点というのは、だから韓国がそれをやってくれたから日本は勝ったというふうに俺は思ってるんだよね、うんうん、だけどやっぱこう全日本もこういうことが起きうるということを考えると、うん、はい、すごいやっぱ決勝って怖いしね、うんうん、だからこういうことにならないようにもう一度練習の時に確認作業をしといてほしいなっていう、うん、ことは思います。じゃあ今回の試合では初めてのちょっとエラーも出てしまったりもしたので、うんうん、もう一度、いやだから、うん、まあ例えばね、うん、そういうエラーが出て、まあ、教訓としてまたこう小さなほころびが致命的になってくるっていうのが、はい、まあ、みんなも分かったと思うんだよね、はい、だからまあ緊張はしながらやってる、もう一つ緊張感を持って集中して、まあ、やってほしいなっていうふうに思うよね、まあ、こういう、ね、小さなほころびからの致命傷になって、うん、試合を落とすっていうのはもう何とも後味も悪く、いやいや、だから本当に嫌ですよね、だから4そうなってしまうと、そりゃそうだよ、だから4連勝してるだけに、はい、ね、
やっぱ決勝というのはやっぱ独特な雰囲気があると思うんだよね、うん、だから先にリズムに乗れるか乗れないかはやっぱり変なミスをしたりするとまあ乗れないだろうしね当然ね、うんうん、それとやっぱ徹底マークをした、ね、4番バッターこれを 4K に取った4三振に取った、はいはいね、ここがやっぱり日本の勝因だよ、うん、で4番に1本出てたらこの試合は逆の展開になってた可能性がある試合だっただけに、はい、やっぱり次決勝に韓国かアメリカが出てくるわけだけども、うん、やっぱポイントとなるバッターをこうやって抑えられると大量点は絶対防げるから、それがオースティンなのかカサスなのかっていうのもあるし、うん、アメリカはね、で韓国はやっぱりこの4番だよね、はい、うん、まあ、もし韓国だった場合はこの、ね、4三振っていうのも背景に次試合臨んでくるでしょうし、まあそうだね、まあどちらが来てもこうね、まあどちらが来てもね来いよみたいな感じだよ、はい、でもまあ、ね、ただねアメリカの方が嫌だなっていうのはやっぱねパワーがあるわ、うん、うん、でカサスっていうのが嫌だね、オースティンと、はい、もう明確になってるのは、まあ、韓国も嫌だっちゃ嫌だけど、だけどパワーという面ではやっぱアメリカよりは落ちるから、まあ、韓国に出てきてほしいけどね、うん、まあ、なんかこう前回に韓国に向けてのミーティングの中で、うん、やっぱ韓国のこう変に勢いづいた時に恐ろしいとかっていうのも、そうそうそう、ちょっと今回も少しこう同点に追いついていった時とか垣間見えたと思うので、まあうね、ああいうのはなんかちょっと本当に怖いなと思って、ね、なんかこちらの調子も狂っていくというか、うん、まあ、それとね初回、まあ、チャンスを、まあ、積んだじゃない日本が、はいはい、それからこうおとなしなったんだよずっと、うん、おとなしかったんだよ韓国がね、うん、で6回にエンジン組んだんだよ、はい、ベンチ前で、はい、その時に同点に追いつかれたんだけどさ、うん、そのやっぱりミーティングっていうのはやっぱ初それまで初回を除いては初球っていうのはファーストストライクって打ってこなかったんだよ、うん、だけど6回に入った途端にファーストストライクを振り出したの、それからちょっと捕まり出したんだけどさ山本が、だからそういう風にコロッと変えてくるよ ね、 ね、だからアメリカもそうだよ、完全にこう一回りしてから変化球に的を絞り打ちに来るという、だからさすごく変えられるんだよね、うん、ペースを、はい、ポンポンと、ね、だからまあそういうことにもやっぱ決勝に向けては気をつけてほしいなって、だからまあ洞察力洞察力って言ってるけども、うん、まあそれも、相手を感じ取る、はい、相手を感じ取りながらやっぱ戦ってほしいなと思うね、うん、なるほど、うん、あと一つここまで来て負けて銀メダルじゃかわいそすぎるよ、うん、ね、先にもう決勝に駒を進め、そうだね、待ち構えている状態なのでね、でもう一つジャパンで気になるところは、はいはい、やっぱ鈴木誠也と浅村が今日同じように4三振かなんかしてるんだよね、だからここら辺の状態がアメリカ戦に向けて少しでも変わってくれればいいよね、まあ、アメリカ戦で言いました、あ、アメリカ戦じゃない、アメリカか韓国戦ね、はい、うん、に向けて決勝に向けて ね、 そうですね、ちょっと変わってくれればいいなって、はい、1番山田はいい、ね、2番坂本も当たってる、はい、吉田もいい、うん、4番5番、はい、で柳田もいい、ただ7番に誰を今度また入れてくるかっていうこともあるし、うん、で村上もまあね、いろんな経験をしながら大きくなってると思うし、はい、もう甲斐は今回ナンバーワン MVP を上げてもいいぐらいの活躍をしてるし、攻守にわたって、うん、だから4番5番、聖夜と浅村ね、本当いい調整いい準備をしてもらいたいと思います、はい、ね、期待し、もう期待はもうこんなに膨らんでるからね、うん、だから頑張ってください、はい、ね、あと1試合だから1つですね、ね、頑張ってやったーって言いたいですね、そうだな、はい、はい。